きっとこれから君らは強く強くなるんだな。あざっす。あざっす。ああ、うん。お、謝ったりすんなよ。次も次戦う時も勝つのは俺たちだ。あいつ俺たちって言ったよ、うん、ちゃんと分かってるね。なんだこら。何の用だ。やんのかこら。やんのかこら。もうレシーブなら特訓する。おい話せ。大会までもう時間はない。どうするのか楽しみにしてるね。確かにインターハイ予選まで時間はない。カラスノの守護神。取れてねえよボケ。ホームランだろ。取ってくる。あ、俺より小さい。だてめえ今なんつってこら。ごめんなさい。159だ。150cm 台。泣いて喜ぶな。大して見下ろしてねえだろ。西野や。ジャース。俺がカラスノに来たのは女子の制服が好みだったからだ。すごく。ああ、あなたに会いに来ました。で、朝日さんは戻ってますか。いや、朝日さんが戻んないなら俺も戻んねえ。おいこら。俺の仕事はただひたすら繋ぐこと。繋げば、繋いでさえいれば。だからもう一回、もう一回トスを呼んでくれ。なんで俺がリベロだって思う。ちっちゃいからが。レシーブがうまいから。俺まだレシーブ下手くそで。だから教えてください。西野谷先輩。先輩。お、練習の後で合図を怒ってやる。ダメだ。俺なんとなく分かりましたけど。お前も同類だかんな。リベロって確か特殊なポジションだよね。はい。まさにカラスノの守護神か。かっこいいね。カラスノのエースだ、一応な。俺エースになりたいんです。いいなお前。え、けどやっぱ憧れといえばエースか。たとえ身長が2メートルあったって俺はリベロをやる。で、エース志望。お前の特技は。え、お、ほとり。お前のポジションだって重要さは変わんねえ。なんだー影山、月島、山口、まとめて説教してやる。お疲れ様。みんなちょっと聞いて。ゴールデンウィーク合宿。合宿。練習試合組めました。おー、すげえ。猫名勝負、猫対カラス、ゴミ捨て場の決戦っつって。相手が猫魔高校となればきっと彼も動くはず。すみません、俺練習試合出ません。これからこのチームはなんかこういい感じにやっていくんだと思います。朝日さんいなくても勝てるって証明になるみたいで。わがまま言ってすみません。マイパンかい。うるせえ、わかってんだよ。行くぞ。あ、知ってる。対猫戦も速攻決めるぞ。え、あの猫魔と試合。紹介します。今日からコーチをお願いする鵜飼くんです。え、でも坂の下商店の兄ちゃんだよな。時間ねえんだ、さっさとやるぞ。カラスの町内会チームだ。はい。うわ、懐かしい。あ、悪いなお前ら、急に来てもらって。あ、なんだお前、どうした。よくわかんねえけど町内会チーム入ってくれよ。そっちまだ何人かいるよな。あ、朝日さんだ。あんた遅刻か。舐めてんのか。ポジションどこだ。安心してたんだ。スパイクがブロックに捕まる瞬間考えると。もう一回俺にトス上げさせてくれ朝日。負けないからな。俺もっす。エースと対決だ。そらお前、菅だってれっきとしたセッターなんだからな。俺自身のトスはまだまだだよ。菅、ちょっと見ないうちに頼もしくなった。ナイスさー。もう一本。
お、なんだ、すっげえドンピシャなトス。ナイス日向、あざーす。何回ぶつかったとしてももう一回打ちたいと思うよ。それが効ければ十分です。ネットイン、あった。ナイスフォロー。もうやっさー、だからもう一回トースを呼んでくれ。エース、もう一回決まるまで。エース、ほらもう一本。うわあ、不足なんてない。ナイス、ナイス朝日。あれがエース。あんな風に身長もパワーもないけど俺だって戦える。いよいよ俺たちが厳しいぞ。あんなもん毎回拾えるわけねえだろ。えっ、はい、こっちのセッターは確か1年ですか。おお、大げさなこと言ってるわけじゃなかったんだな。今なんでそこに飛んでた、チンチクリン。どこにいてもトスが来るからです。この1年セッターはチンチクリンの動きに完全に合わせたのか。それだけで全くトスを見ないでフルスイングできるか。普通試合前のやり取りで何のことか分かんなかったが、あの1年セッターはまあ天才ってやつなんだろう。お、平行。そりゃたくさんの練習と積み重ねた時間があるからできること。ふん、もっと早く言えよ先生。よっしゃ、カラスノのエースと戦ってる。一体どのくらい飛んでるんだあれ。お前ブロックの時手の出し方が悪い。聞いてんのか、こうだ。次も頼むぞ。おい、エースすっげえな。なんだよあんな風な身長とかパワーがあったら俺も。おお、生きてる。大丈夫か。あ、大丈夫です、すみません。顔面受け慣れてるし。慣れるなよ。後頭部にサーブぶつけた時の感じだ。俺は知ってるぞ。一本ナイスだ。あのちびっこの速攻には気ぃつけないとね。はい、あの、お、全力でブロックしてください。なんだ、挑発か。はい、挑発です。よっしゃ、挑発乗ったるぜ。あざす。速攻はあくまで予測不能だから有効なんであって。真っ向勝負になったらそうかもしれないですね。あんなでっかいブロック俺じゃ打ち抜けないのに。ブロックでかい、かわせ。打ち抜けないなら俺がいればお前は最強だ。お前はエースじゃないけど、エースが打ち抜いた一点も、お前がかわして決めた一点も、お前は誰よりもたくさんの得点を叩き出して、それでもお前は今の自分の役割がかっこ悪いと思うのか。思わない。よし、ひなた。おい。見たか、ジャンプフローターサーブだ。魔球みたいですね、かっこいい。もう一本。うわ、ちょ、あ、取れた。どうも、ご無沙汰してます。に、あずき。見事に全員お前に釣られてたぞ。次も頼むぜ。あ、あ、とにかくレシーブだ。それができなきゃ始まんねえ。あたしは。ああ、ストレッチサボんなよ。選ぶ側っつうのもいろいろ悩むもんだよな。あさひさん、最強の踊りになります。
影山のトスがないとできないけど、あんな風にセッターに言わせられるっていうのもとんでもなくすごいことだと思うよ。敵チームに一番恐れられる選手が一番かっこいいと思わないか。負けないからな。おっ、朝日はでっかいくせにほんと気は小さいな。頼れる西野も戻ってきたし。おっ、ああ、あと名ばかりのエースのヘナチョコウィングスパイカーも戻ってきてたな。じゃあ一発締めてとっとと上がれ。カラスのファイオー。